岡県に出されている緊急事態宣言について政府が延長する方針であることを受けて、県は飲食店などへの休業時短要請を継続する見通しとなりました。県として対応策といったものについて効果が出てきて、しっかりと持続させる、そしてこの感染を徹底的に抑え込む必要があると思います。福岡県の服部知事は今朝、酒を提供する飲食店への休業要請やデパートなど大型商業施設への土日の休業要請などについて、緊急事態宣言の延長を念頭に継続を示唆しました。1日あたりの新規感染者数は福岡県に宣言が出された12日、過去最多の634人でしたが、それ以降は減少傾向です。一方、病床使用率は 70% を超え、リバウンドに対する懸念があります。